最後の裸絵になるな絵になるってなあれ、せやねんは、せやねんは土曜日です、土曜日なんだ、はい、情報な、出演陣全員関西人かな、確かに海外みたいな感じだね。東京の番組はこっち来るのもありますけど、こっちのね、東京に移されることないです。そうだね、ちょっとひょうきんなんですって時点で、なんならインスパイアです。昼から月曜から夜更かしだね。雑な投稿者。あ、ちょっと待って、じゃあ俺もゲイカップルでやる。ゲイだよね、完全ゲイです。ヒゲ生えてるし。動画で撮るんだったら、動画だと、あ、ちょっとね、これを長押しすると動画なんですよ。ゲイだね、これ抹茶ビール頼んでゲイですね。隣も抹茶ビールはゲイだろ。ゲイです。全然負けない。ゲイの感覚だよ。これでストーリーですよ。投げんな、うん、普通のビールで言われただと思うよ。あ、なるほどね。ストーリーってこれ24時間で消えるんですよ。あ、そういうことね。はい、どうも。その食事ですか。白ひろちゃんの一番よりだし醤油つけていただくのが、あの、おすすめで、こちらの一番になります。で、本田家山椒汁をみりん、牛角ソース、カレーつけ汁、京玉、だし汁の入った温泉卵、こちらもお肉つけていただくと美味しいです。で、ご飯がおかわり自由ですので、カレーつけ汁と温泉卵かけていただいても美味しく召し上がれます。はい。で、一番背の高い調味料、柚子ドレッシングよく振ってキャベツにおかけください。はい、お願いします。ありがとうございます。腹減ってたから染みるわ。ラーメン汁が全然変わってない。ありがとうございます。おやすみです。ありがとうございます。並ぶかな、夜月曜だからまだ少ないと信じてますけど、早めに来たら何年か、50上か、それを微調整しながら、
そうですね。なんかずっと気使いながら飲んでる気がする。なんかトラブル続くな。ですね。誰も休まなくてよかったよね。夜集合でよかったよ。まあでも今日のあの飲みレベルでいくとちょっと仕事一緒が。あれ日曜の飲みじゃない。日曜の飲みじゃないですかね。ちょっとあの店員さん面白かったな。バーの。はい。すべてのボケを拾うんですか。言葉数多かったよ。文字数すごい。あの桑田が負け認めてましたよ。患者に言いそうな。ちょっとイケメンじゃない感が面白いですよね。その辺も患者になる。もう普通にやかましいよ。こっちの人はデートとかで漫才見て飯行ってっていうコースがあるらしいですね。マジで英語じゃん。そんな感じでしょ。まあ笑って飯行くね。そうですね。全然文化違うね。うん。どうするこれなら大根ちゃんゆっくりした方がもはや今更戻るっていうのなんですよ。戻るに戻れないっていうか、新大阪あたりで気づいてたら。そうそう。でもツイッターなかったら絶望だったマジで店まで行ったもんね。文明の利だよ本当っす。例えば5時半から食い始めて、まあ6時ぐらいに出ると、はい、そうなった時に、はい、でね、バスがね、3畳を売ってるとは言ってるんだけど、3畳じゃない、2畳だって分かりづらいな。乗り換えの方半端じゃないんだけど、京都から。え、細かい電車が多いからそういうことだね。バスは20分に1本走ってるんで、うん、7時50分ぐらいに着けばいい。6時50分発の京都駅の乗り場のバスまでは、それだと交通事情の問題があって危険な場合があるので、1本前の6時半発のやつの方がいいかもしれません。これに間に合うかどうかだよね。だから食ってでも6時で30分つかないよね。なんでこんなことになるんだ。ギリギリ用意しなくて。マジか。食ったらすぐ走んなきゃダメみたいな感じ。超辛いっすよ。次どこに行ったの。ちょそこで作戦会議しないとまずいな。近場で。あ、昼やねえと思わねえな。これは大子さんですね。うん。大子だけに。移動するかじゃあ。はい。ここにいるわけでもない。ここではない。どこかへと言います。完全に時間潰したからな。炭治郎への、もう一発します。これでもさ、帰る時フライトの時間もさ、ちょっと俺食ったらすぐ帰るって手でさ、夕方ぐらいしたら終わったよね。危ないとこだったぞマジで。ナイス判断でしょ。いや本当。そうなんですよね。恐る恐る飲んだんですよ。ブレス幸せの呼吸の。うん、うん。え、あれだ。実話だそれ。あ、うん。メグザモンスター。それは知らない。サメの映画っぽいです。あれやってないの？カメラを止めるのやってないの？あ、やってない。やってないの？まさかの。え？
マジかよ。オーシャンズ8はやってますよ。全然見たくないんだよね。90年代のコギャルをしたやつ。はいはいはい。だから篠原涼子とか。あ、そう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 。暇つぶしもいいと思うし。どんだけ暇やねん。最悪ね。さやちゃん見ようじゃん。暇ってやべえ。しかもこの後急ぐっていうのが分かるっていうのがね。もう落ち着かねえわ、なんか。どこも気に入った。言いますよ、それ。ニンニク入れたら飛行機の人に迷惑だね。関係ないです。1時間だけだし。まあ、1時間だけの出会いだもん、ね。はい、出会い、別れです。別れだね、1時間で。今回目的だから、それが。でも、はい、雨だね。甘いっすか。ストロングだよ、これ。緑茶杯とかも甘いっすよ、こっち。そうだ、びっくりしました。京都でみんな何してんの。キャバクラ。観光しない人いるんですかね、逆に。京都まで行って、まあ、観光しないで何するのって感じなんですか。まあ、そっか。それぐらい観光産業じゃないですか、まあ。俺はもう観光興味ないんだよ。まあ、どうもちょっと見せられてる感じだけど、お前ちょっと嫌なんだよ。確かに、なんで集まんねんできるの。そうそうそう。じゃなくて、ちょっと俺はこっちは覗き見したいみたいな。もう傘は俺は寄付したから。京都に。東京で。そしたらまた買うの。もう最終目的地だからね。壮大なる旅のロスタイムめっちゃ多かったですね。ベランチがねえの。持ってるよね、やっぱり。ただで箱貸してくんない。ただで箱貸してくんない。本当にでもジロー食いに来たから。そうですね。これだけだ。回り道はしたけどなんですね。